3000枚の人に販売をしました。ありがとうございます。バックお願いいたします。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。ね、また一緒の場所よね。ちょっと長いことね、今ベトナムに行ってて。そう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 。はい、ほんまね、こう日本でね、そうですね。っていうかね、まあでもここね、いい場所でしょ。そうなんです。ね、皆さんすごいとこなんですよ、セブンドラゴンってね。これ実はこのテーブルカジノなんですよね。テキサスポーカーのテーブルで、ここで飲みながら、はい、結構ね、ゲームを楽しめるっていうようなとこですね。はい。うん結構なんか仲間内で楽しむっていうか ね、うん、そういう場所なんで、はい、まあぜひねまた来られた際、まあ関係ないですけどねこの話は、はい、そうですまあええ場所なんでちょっと2回とも撮ろうか、2回連続でね、はい、ここでご報告なんですけど、はい、まあタイトル通りなんですけどね、はい、今週末ベラジオ、はい、ラオウがいよいよデビューします。4投目になりますね。4投目ですね、はい、これが続々と新馬デビューしていってますね。続々とね、やっぱ新馬デビューね、はい、していってるね、まあ、順調なのは順調ですけどね、はい、まあデビューはね、はい、勝つか負けるか別にしてね、うん、ベラジオラオウって言えば、うん、10月のこの初旬にね、はい、デビューできるとはちょっと正直思わなかったんですよね。っていうのも、はい、以前動画で紹介させてもらった、ねうん、生年月日が実はベラジオラオウってね6月6日なんですよ。あ、ちょっと遅い方なんですか。いや、もう馬で言ったら6月6日やったらね、超遅生まれなんですよ。超遅生まれなんですね。もう早い生まれ2月とか1月に生まれるんでね、はい、そうですね、半年違ってくる。半年近くも違ってくるような、この6月に生まれて、もう一頭ね、ベラジオボンドっていう馬がいてるんですけど、はい、ベラジオボンドの方が先にデビューって言われてたんですけども、このベラジオラオの方がちょっと早いこと順調に済んだということで、なるほど、いよいよ今週末、はい、デビューしてきます。はい、この馬に関してはね、以前ね、血統解説の時にパイロ、お父さんがパイロ、はい、でお母さんがグラップ岩ダイヤ、はい、でそのお母さんの母父がゴールドアリュールと、はい、いうことでね、まあ、完全ダート血統なんですよね、これダート、はい、でダート血統っていうのもそうなんですけども、まあ、血統から体型から走りがもう全てダート寄りに見えると、はい、もう関係者様もね、これはみんなが口揃えて言ってますんでね、はい、当然ダートでのデビューとなります。はい、デビュー戦は距離は決まってる？距離がね、この時点でまだ出走予定なんで、今から登録していきながらやる流れなんであれなんですけど、おそらく京都の、はい、ダート1008がデビュー戦となりそうですね。これまだ未定なんで、ね、ひょっとしたらちょっと変わってるかもしれないですけど、まあでもね、これ血統背景もそうなんですけど、以前あったね、母親のグラップ岩ダイヤのね、こう持ち主が、はい、なんとあのね、社大ファームの吉田照也社長ということで、はい、まあ期待せずにはちょっといられないです ね。パイロってやっぱりね、今結構旬な守護馬ですから、うんうん、まだまだね、はい、それが今回デビューということで、大体こう中央でね、デビューする馬でね、こうダートっていうのはね、あのプライド以来かな、うんうん、あ、笑顔もそうやったかな、はい、まあでもダートでやっぱりこの新馬戦勝つっていうのもね、はい、やっぱり難しいんですよね。そうなんですね。もうダートであろうが芝であろうが、もうその他であろうが、なんせね、新馬戦を勝つのが本当に難しいなって思いますね、はい、でもまあそう言ってたらね、ベラジオオペラが結構すんなり勝ったりとかっていうパターンもありますからね、はい、このパイロ、いわゆるグラップ岩ダイヤパイロですね、ベラジオラオウも決して安くはなかったんですよね、金額的に、はい、千葉サラブレッドセールで今年ですね、はい、3300万で落札して、はい、セール自体ではだいたい中堅どころの金額やったんですけどね、はい、まあ、おそらくその新馬戦っていうのは何億の馬もまた当然出てきますから、はい、まあ、決して楽な戦いにはね、はい、ならないとは思うんですけども、はい、まあやっぱりね、でも馬って金額ではないんでね、はい、いかにポテンシャルがあるかとか、まあ、順調に使えたかとか、はい、ね、あと体調ですよね、はい、今いいのかどうかとか、うん、まあ、そのいわゆる心技体揃って初めて、はい、まあ、勝つか負けるかのレベルなんでね、はい、まあ、仮にちょっとでもね、勝つに越したことはあんまないんですけどね、はい、負けてもね、はい、いい戦いの負け方してくれたらね、そうですね、うん、まあ、自走で勝ち上がるとかっていうこともね、当然期待はできるんですけど、はい、どう思います、中央のこの新馬戦は。いやー、この間遥かで見てから、やっぱり中央の新馬戦って難しいんだろうなって思ってるので、ただやっぱり
ラオはね、その性格がちょっと難があるっていうのを聞いてるんで、それがいい方向に出たらいいなと思ってます。うん、まあ、結構でも強い馬はね、結構ずる賢い馬多いですけどね。そうですよね、私もいろんな馬、こう今までの歴代の馬とか見てたら、やっぱりちょっと気性が荒かったりとかっていう馬がやっぱ強かったりするので。うん、まあそうやね。うん、まあ、歴代名馬でもね、そういう馬多いんですけどね。はい、でもこれってやっぱね、走ってみないとわからない。そうですね、やっぱね、以前からも言ってるダービー勝つのは、ね、難しいですけど、その次に勝つのが難しいのが新馬戦言われるぐらいなんでね。はい、まあ、ほんまにでもね、はい、本当にね、勝つっていうのは当然なんですけど、まあ、ええ勝負、ね、してほしいですね。はい、新馬戦に勝つっていう喜びに酔いしれたいと、そうですね、森川社長ね、ずっとおっしゃってたんで、今度こそですね。今度こそね。はい、だから追い切りがどういう動きしてるかっていうのもね、当然こうポイントにはなってきますけどね。はい、あの上村先生って今ね、はい、全国で調教師リーディング4位なんですよ。はい、すごい、すごい方に見ていただいてるんですね。いや、今年になっても、はい、破竹の勢いですね。で、先生自身もね、はい、まあ、やっぱり何かこう、なんか掴んでるんでしょうね、ここまで上に。で、その上位は確かにすごい調教師ね、こうあるんですけど、やっぱ先生のね、こうちょっと先生が4位で、例えば5位から6位、7位、8位とかでもね、すごい調教師の方、名前が揃ってるんですけどね、その中に割って、あの先生がこうね、入ってきてるっていうのはね、先生自身は本当にね、やっぱ、はい、もう掴んでるっていうかね。今年はだからまだまだね、あと残りね、はい、10月、11月、12月、3ヶ月じゃないですか。はい、多分まだまだ、成績上げると思いますよ。はい、期待できますね。いや、だからね、そのね、うん、先生の波に、はい、ベラジオ、ラオも乗れたらね、はい、本当にいいと思いますんで、はい、うん、まあ、ぜひね、はい、この週末で、週末になりますけど、ベラジオ、ラオのまたデビュー戦、はい、また応援のほど、はい、皆様よろしくお願いします。お願いします。ただね、ちょっと最近馬券はね、こうやってやって言ってるんですが、買ってほしいんですけどね。ラオはでももうちょっと買いたいですね、私は。ちょっとパーンと、自己責任で、はい、よろしくお願いします。はい、あ、見に行くことはできますか？あ、見に行くのはあの行けると思いますよ。ラオは現地に行けるそうなので、ね、また現地でね、はい、ぜひ、ね、応援して、はい、なんとか頑張ってもらいましょう。はい、じゃあ皆様またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さよなら。And the beat drops.